ゴードン D ・ブルームフィールドは、アメリカ合衆国テキサス州、モンティアルト出身の元プロ野球選手、コーチ。日本プロ野球時代の登録名は、ブルーム。テキサス大学パンアメリカン校を卒業後、1955年から、マイナーリーグでプレー。1958年には、トリプル a のシアトル・レニアズに昇格し、打率、309を記録する。しかし、 メジャーリーグへの昇格はできなかった。1960年にトリプル a のポートランドビーバーズにいたところ、知人トロンボトラの紹介で日本へ渡り、近鉄バファローズにシーズン途中で入団。入団の際、僕はレイジースタイルプレイヤーだからアメリカのファンにはあまり好かれなかった。だからメジャーにもとうとう上がれなかった。その情熱を 日本で燃やしてみせると語ったという。終盤は一塁手または二塁手を務めて、常時出場するようになり、シーズンでは五十八試合の出場で打率、二百七十九を打った。九百六十一年、島田孝治、内藤博文との定一争いに勝って二塁手のレギュラーをつかみ、わずかに三割に届かなかったが打率、二百九十七を、 記録、初めて、オールスターゲームにも選ばれる。同年6月3日の阪急戦の試合中、ヤンキーゴーホーム、とヤジを飛ばした観客に激怒し、スタンドに乗り込んでその観客を蹴っ飛ばし、制裁金5万円、出場停止7日間という処分を受けた。刑事処分に発展することはなかったものの、これは日本で唯一となる、プロ野球選手の観客への暴行事件である。 1962年には近鉄に所属した選手のシーズン最高打率となる374をマークし首位打者を獲得する1963年には打率335で2年連続の首位打者ベストナインに輝くとともに最高出塁率のタイトルも獲得した1964年は打率294と3割を割れると近鉄は 守備に優れるロベルト・バルボンを阪急から獲得したため、ブルームは自由契約となった。ここで、かねてよりブルームに目をつけていた、鶴岡和との判断で、南海ホークスに移籍。1965年の春季キャンプでは、内閣打ちに苦労していた、野村克也から、打ちつの打ちのコツを問われ、ブルームは腕を折りたためばいいんだ、簡単さとアドバイスしたという。開幕から3番、ブルーム。 4番、野村でクリーンナップを組み、両者とも3割を超える好調をキープするが、ブルームは夏場に故障で、戦線離脱してしまう。終盤復帰し、打率、302を記録するも、74試合の出場に、止まった。なお、ブルームのアドバイスが効いたのか、野村は打率、320で、初めての首位打者を獲得し、戦後初の三冠王に輝いている。 翌1966年は294と再び3割を割り込むと南海はメジャー経験豊富なドンブレーザーを獲得したため、ブルームはこの年限りで退団。テキサスで真珠屋でもやるさとのコメントを残して帰国したという。引退後は1967年にアメリカに戻り、 1969年から1973年には新球団のサンディエゴパドレスのスカウトを務め、1974年には1年だけコーチとして現場復帰。1975年には同時期に日本でプレーしたジム・マーシャルが監督をしていたシカゴ・カブスにコーチとして移籍し、1978年まで務めた。カブス対談後はニューヨーク・ヤンキース。 ヒューストンアストロズ、ピッツバーグパイレーツ、コロラドロッキーズ、モントリオールエクスポズでスカウトを歴任。ブルームの外突のうちのうまさに目をつけた、張本さんは、ある日ブルームに外突のうちの国意を尋ねた。それに対してブルームは、外角を打つには内角を打つのが上手でないといけない。それは、外角に意識が向いている時に内角に直球が来ると、手が出ないからである。 こちらが内角を打つのが上手だと、投手が内角に投げるのを嫌がって外角に投げることが増える。そこで相手の背景を読んで投手が外角に投げてくるのを狙い打つのだと説明をした。これを聞いた長本は、なるほど、バッティングとは奥が深いと感心したという。ブルームが外角を打つのが上手なのは内角を打つのが上手いからだと考えた野村勝也は、ブルームに 内閣内の極意を尋ねた。それに対してブルームは腕を畳みバットを立てるようにして最短距離でボールを打つのだと答えたという。ブルームのアドバイスがこうをそうしたのかは不明だが野村は現役時代内閣ギリギリの球を上手に打ってレフトポール際にホームランを打つのが得意であった。ドラッグバントで内野安打を稼ぐのも得意であった。長本は セーフティバントのコツについてもブルームに教えをこい、赤坂の有名店でステーキをおごった。バックスイングをしてバントなんてしないように見せろという答えを得て、1970年の史上最高打率到達がかかった打席でバントヒットに成功している。長池徳氏はドラッグバントや外の球を打つのがうまかった。は述べている。ジャック・ブルームに関するカテゴリー、ありがとうございます。